マイナス1度。じゃあ行きましょう。こんにちは、ゆうこです。今ですね、アンタリアから、およそ、バスでですね3時間ほど離れたイスペリアかな、ちょっと、ね、発音が難しくて、今テロップに出てるかと思うんですけれども、の山に来ています。すごいですね、マイナス1度0度っていうところなんですけれども、なんとですね、私は沖縄出身ということもありまして、なかなかねこう雪に馴染みがないんですよね、ってかなかったんですよね。で、今回ですね、雪山っていうのは何回目だろう、人生で4回目とかそんな感じですかね。で、今回はまあ家族で来てるということなので、娘もたちもね初めてスノーボードにね挑戦して、結構うまくできてましたよ。私より全然センスあると思いますね。ということで、まあ、これからも、まあ、山だったりね、海だったりっていうところで、子供たちにね、壮大な自然の中で、まあ、子育てできたらいいなというふうに思ってます。はい、じゃあそれでは、まあ、綺麗な、ね、山などを映してますので、はい、ご覧になってみてください。失礼します。じゃあまたねー。